皆さんこんばんは。本日は久しぶりのテトリス99テトワンカップ体験会です。今回のコンセプトは何でしょう。これミートピアっていうので、例のごとくあれだと思うんですよ。何回か遊んでると自動的にね、このカスタムテーマをいただけると思うんですが、自動的に、授けてもらえる前に自力で取れたら一番ね、理想ですね。楽しみましょう。でもまあ皆さん強いからな、いきなりパッとさ、なんか数ヶ月ぶりにやってきてヤッホーって勝つっていうのは難しいよ。やれるとこまでやってみるけどさ。失礼、薬の副作用が強くてさ、今日はね、薬の副作用が効いてきたらもうやめるから、スパッとね。お、唐突に、はい、楽しもう。ちょっと音楽上げたいな。それは、後ほどだな。後ほどの話だな。テトリス。間違えていく。間違えていく。棒まだかな。棒まだかな。サンキュなんか楽しい音楽が鳴ってる気がするので、音楽聴きたいな。ちょっと今音の設定が、やばいやばい。間違えていく、間違えていく。ひどいよ。だからもっと慎重に押さなきゃ、下ボタン。今慎重に押し始めたよ。今さら間違えていく。ダメじゃん。ダメじゃん。やばいよ、結構やばいよ。出遅れてるよ。危ねえ、危ねえ。そういうとこよ。だからいつものね、いつもの感覚でやるとお気間違いがね、起こるから。まいったね。まだかな。棒まだかな。きたー。音楽聴きたいな。ちょっと今いけるかな。はい、音上げた。今やばいよ、非常にやばいよ。ほんとはもっとガンガン、ガンガン下げたいんだけど、水位を間違えていく。
ちょっとやばいな。だいぶやばいな。だいぶやばいです。だいぶやばいです僕の主はだいぶやばいですを唱えた。だいぶやばいです。こんばんはちょっとね喉がイガイガしてんだけどありがとう。結構やばいんだよ結構やばいのよ。このやばさが楽しいね。今ね付け狙われてるのよ。あ、今の致命的、致命的よ今の。今のミス致命的よ。致命的まあまあまあ洗礼をね、受けたところでね。あ、虫？うん、突然ね大きな大きな虫がやってきたんですよ。開始早々にね。ですぐ姿をくらましちゃって、で今朝もね一瞬ね姿を現したんだけどまたね隠れちゃったのよ。怖がっちゃってさ、僕の右手はそんな冷たくなくてさ、ぬくもりがあるっていうのにね、そのことに気づいてもらえたらいいな。次は、はい、お願いします。楽しみましょう。今の部分がさ、僕の知っている時代のファイナルファンタジーっぽくて、楽しい。しばらく来ないよ、ウフ主。しばらく来ないよ、長いの。どうすんの？持つのかい？まだ来ないってよ、しばらく。にもかかわらず攻撃はガンガン来てますよ。私大丈夫？なんか二人ばかしのプレイヤーさんに疲れちゃってるよ。どうする？長いのまだ来ないってよ。どうする？長いの来るのまで待つ？待ってみた。どうする？それどうする？そこ中途半端な。薬のね副作用としてはね結構ね頭がボーッとするんだよね。だるいっていうかね。今4つ薬飲んでるからね。おっと、どうするそれ。どう修理するそれ。
そこの修理ちょっとかかりそうだな。間違えた、致命的。うん、でも楽しんでるよ。なんかそういうのってすごく親に感謝してるんですけど、そういう生活になったことないからこれまで。キラキラ光ってます。今フヌシ言おうとしたことあるんでしょ。そう、何、だいぶコントローラーに慣れてきたってことが言いたいんでしょ。そう、でもそれを言うと大概置きミス、下入力が甘いっていうねことが起こるから笑いかけたんでしょ。そう、笑いかけた。でもだいぶ感覚取り戻してきた僕なりに。このコントローラーとね、仲良くでき始めた。こんな風な指の立て方してたなみたいなね。そうすると置きミスが減るみたいなね。ね、だいぶ仲良くなってきた。だいぶ仲良くなってきたよ。長いの来ないってよ、しばらく。お茶濁せる？お茶。間違えた。まあ今のぐらいの小さな間違いだったらまだいいな。それは何？それはね、結構やばい間違い。人によってはね、ラッキー T スピンみたいなね、かもしれないけど、僕は使わない主義だから。間違えた。そこへすかさずね、シュパッてやってくれるからね。
間違えた。間違えた。間違えすぎ。はい、お願いします。ファイナルファンタジー、なかなか大概な、まあ、いや入れちゃうか。どうする？それどうする？今のは義塾大学の音かな？ペロフェーンみたいな音がしたけど。間違えた。おお、今の痛えな。タイミング的に痛かったな。埋める、しょうがないよな。よし、これでようやく。で、長いのが来れば、サンキュー。サンキュー。義塾大学。てん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 。ダンシングヒーローかな。ダンシング、荻野目洋子さんのダンシングヒーローはリアルタイムでは知らなくって、まあ、完全リアルタイムじゃないんですけど、まあまあリアルタイムなんですよ。それはなぜかっていうと、やっぱり、ね、トンネルズの皆さんのおかげですのね。あの貧乏一家のコントで知ったのですごく当時楽しませていただいたんですよ。あの荻野目洋子さんがね、自らね出演されてたね、あの貧乏家族のね、話ね。それで知ったんでね。間違えた。参ったね。早くしないと危ないことになるよ。
まだピンチが続いております。あのコントのシリーズね、で今でもねやっぱね、そうだな、忘れないっていうかね、思い出してしまうのがね、木梨さん扮する、あそこあのババアって言われてんだよね。ババアだって、確かババアがいるのよ。そのババアが木梨さんやられてて、そのババア、あれ これ貧乏、そうだ貧乏でいいんだよね。ババアがさ、なんかお野菜かなんかをさ噛んで含んで石橋貴明さんに食べさせるっていうくだりがあってさ、それがさ忘れらんなくてさ口の中でくちゃくちゃした後に口移しでそれを食べさせるってねのがあってさ、それ忘れらんないんだよね。ピンチピンチ。こんばんは。なぜこれを出した。はい、諦めた。何がしたいのか分かんなくなってきた自分で何がしたのか今分かんなくなっちゃって、なんか分かんなくなってきたな。よくないよ今の連続ミスは。よくないよ、ミスっていうかあれだな、何をしようとしてたのか分かんなくなったっていう一瞬忘却の彼方に行くんですが旅立っていってしまった。今まだ攻撃食らってないから笑って済む感じになってるけど、ほら攻撃来たよ。どうする、終わっちゃう。気づいちゃったよ向こうも、やり時だって。バレちゃったよ。一瞬マジでね、なんかね頭がボコッとしちゃったよびっくりした、自分でも頭がボコッとしたんだよね。でダメだ、ボコッとしてはいけないよ分の主と思ってさ、シャキッてしようとしたんだけど、次々とボーちゃんが、坊ちゃんじゃないよ、坊来ねえか。じゃあ終わったな、今来ました。なんかラグが、なんかラグいよ押したらラグいよ、間違えてる。負けたダメ、これで勝っちゃいけないよ。途中ぼーっとしてて、あ、行っちゃったー。じゃあごめん、これおまけ。
残念ながら僕の目標叶わずだったんだけど、もう頑張ってカフェインを注入してます。なかなかもうね、本当に最近この副作用でさ、もうまぶた薬飲んだ瞬間バタン球なのよ。これはなんとかそうなんないようなね、方策を自分の中で探してんだけどね、なかなか見つかんなくて。以外はね、美味しいコーヒーを飲むとね、体が喜んでね、起きるんだけどね、美味しいコーヒー作戦効かないのよ。まいったなと思ってさ、栄養ドリンクに行きたくないんだよね。栄養ドリンクってさ、ちょっとね、抵抗があるんですよ。栄養ドリンクに染めてしまうとね、その刺激を求めるようになっちゃうと思うからね。まあもちろんコーヒーもコーヒーでそうなんだけどコーヒーはコーヒーでそうなんだけどね、だからそういうね、刺激が増えちゃうとね、コーヒーぐらいでとどめておきたいなってね。コーヒーも一時やめたんですけどね、一時ね、ちょうど歯の治療をねしていた頃ね。どうするどうする、じゃあそこに入れてもらう、入れて、エスプレッソについてはね、いろいろねお話があるよ。僕もね、その話を昨日したんだっけ。僕も一時ね、ちょっとね、いろんな事情があってね、海外で生活することになってね、その時はあのエスプレッソマシーン重宝してました。もうエスプレッソマシーン最高だなと思ってさ、エスプレッソマシーン万歳だったよ。だから家でさ、自宅でそのエスプレッソマシーンでさ、もうガブ伸びしてたからさ、なんか攻撃がしつこくて、バレてんだろうね、あそこに倒しやすそうなやつがいるよみたいな。倒しやすそうなやつがいるぜ今だみたいなね。するすりすりすりっと、いろんな言葉でね目を覚まそうとしてます。一度目が覚めればね、もうあとどこまでもみたいな風になると思うんでね。よくないよ、よくないよ、どんどん消さないと。だから棒が間に合ってないな。だから棒くんのためにね、時間を稼いでいこう。暴君のためにね、時間を稼いでいきます。
間違えた。うおー、致命的。致命的。致命的。もうしばらく来ないから。致命的。ほんとこんなにミスりまくっててもうゲームオーバーなってないっていうのはね、ほんとラッキーだけだよ、ラッキーだけだよ、ブヌシ。ラックだよ、ラック、ラックとプラックだよ。プラックは関係ねえか。ラックとプラックって分かりにくいだろう。意外と意外とジョジョ1部の方がジョジョ2部よりも 見られてる気がするので、最初から読んでみようっていう人たちがいるからね、2部から読んでみようって人はなかなかいないと思うけど、1部からね順番に読んでみようって人はいると思うから、1部のネタだったら、1部ネタだったらまだ2部ネタよりね分かりやすいと思うんだよね。さっき繰り返しになりますけど、2部から読んでみようっていうのはなかなかないですからね。まあそんな僕は2部が一番好きなんだけどね。主人公が好きなんで。結構やばいな、結構やばいよ、アンバランスな、アンバランスだよ、アンバランスな感じだよ。今攻撃来たらウブネシ負けるよ。なんか勝っちゃったー。申し訳ない、なんとなくで勝ってしまいました。まあね、残念ながらね、目標ね100以内でっていうのが、まあ、理想だったんですけどね、楽しくねテトバン取ることができました。久しぶりにね遊んで、テトリス99久しぶりに遊んでね、やっぱりいいゲームだなと思いました。ご視聴どうもありがとうございました。